シカゴはアメリカ海軍の重巡洋艦、ノーザンプトン級重巡洋艦の4番艦。艦名はイリノイ州シカゴにちなみ、その名を持つ艦としては2隻目。このシカゴのみが第二次世界大戦におけるアメリカ海軍の巡洋艦の中で水上艦、潜水艦からの攻撃ではなく航空機による攻撃で失われた。シカゴは メアアイランド海軍造船所で寄港し、1930年4月10日にイーブリトゥンによって浸水、1931年3月9日に MH シモンズ艦長の指揮下収益する。ホノルル、タヒチ及びサモアへの成長巡航後、シカゴは1931年7月27日にメアアイランドを出港し東海岸に向かい、 ニューヨーク州のフォートポンドベイに8月16日到着した。同所でシカゴは偵察艦隊の機関となり、部隊と共に1940年まで活動する。1932年2月、シカゴは偵察艦隊と共にカリフォルニア沖で例年の艦隊演習に参加する。艦隊は西海岸を拠点とし1934年までアラスカ、パナマ運河地帯、ハワイ諸島といった 太平洋海域で作戦活動に従事した。1934年に例年の艦隊演習がカリブ海で実施され、その後シカゴは5月に行われたニューヨーク湾での大統領による越艦式に参加する。艦隊は10月まで東海岸とカリブ海で活動し、その後カリフォルニア州サンペドロを拠点とする。シカゴは サンペドロから活動を続け、1940年9月29日に、新珠湾に向かう。続く14ヶ月にわたってシカゴは、新珠湾から作戦活動に従事し、様々な任務部隊ともに、戦術、巡航訓練を行い、オーストラリアや西海岸を訪れた、1941年12月7日の新珠湾攻撃時、シカゴは、 第12任務部隊と共に会場にあった。部隊はすぐにオアフ島、ジョンストン島、パルミラ干渉を結ぶ三角形内で敵の捜索を開始した。部隊は12月12日に真珠湾に戻った。シカゴは12月14日から27日まで、クーボレ・キシントンを帰還とする第11任務部隊と共に、ウェイク島の戦いの妨害をするための行動や紹介。 作的任務に従事した。1942年2月2日、シカゴは真珠湾を出港し、スバーンに向かった。そこで新たに編成されたアンザック部隊部隊に加わり、シカゴはアメリカ・オーストラリア連合の第44任務部隊の一環として行動した。3月と4月はシカゴは第44任務部隊と共に、 ルイジアード諸島沖で活動し、3月10日のニューギニア島のライア・サラモア攻撃を援護した。また、シカゴはニューカレドニアへの兵員の到着も支援した。5月1日、シカゴはヌメアを出港して南西太平洋部隊に合流。5月4日、シカゴはソロモン諸島ツラギ島攻撃を行う空母ヨークタウンを援護した後、日本軍のポートモレスー進撃を阻むべく。 5月8日の産後海海戦に参加した。シカゴは日本機からの機銃掃射を受けたもの,の反撃。これは日本軍がポートモレスビー攻略を断念して引き返すまで続いた。その後、シカゴはオーストラリアのシドニーに向かった。5月31日から6月1日にかけての夜、 シドニーで停泊中であったシカゴは攻撃してきた日本軍の特殊潜航艇を対空砲により砲撃した。シカゴ艦長ハワード・ディーボーではシカゴが発砲した当時は陸上にいて砲撃の真意が理解できなかったがやがて状況をつかみ他の幹部が酔っ払っていたものの潜航艇に対抗した。潜航艇は3隻侵入してきたが1隻は防戦網に絡まって自爆した。 他の2隻のうち E24 搭載艇はシカゴに向けて魚雷を発射。しかし魚雷は2本ともシカゴの艦艇がを通過し、1本はガーデン島東岸に打ち上がった。もう1本はガーデン島の岸壁に命中し、爆発でガーデン島に係留してあった宿泊艦クッタブルが沈没し、その近くで係留されていた乱戦系ナイン,ンも損傷した。 シカゴはこれ以上の攻撃から逃れるべく、他の艦船と共に急遽外洋に向けて出航することになったが、その途中で E22 搭載艇の攻撃を受けたが、松尾艇の魚雷が停止部損傷により発射できず、さらに松尾艇の体当たり攻撃も小接触に終わり、東部の魚雷は爆発せず、シカゴは何を逃れた。6月から7月にかけてもシカゴは南太平洋で作戦に従事した。 8月7日から9日、シカゴはガダルカナル島上陸を支援した。9日夜、シカゴはガダルカナル島とサボ島の間でオーストラリア10巡洋艦、キャンベラ及び駆逐艦パターソン、バックレーと共に紹介を行っていた。本来はオーストラリア重巡洋艦オーストラリアもいたが、オーストラリアに座城してガダルカナル島沖の巡洋艦部隊の指揮をとっていた。 ビクター・クラッチ・レー少将が、リッチモンド・ケイ・ターナー少将に呼ばれて、カンモロとも不在だった。やがて、三河・ク一中将率いる第8艦隊がこの、海域に入ってきた。第1次ソロモン海戦である、23時47分、シカゴの前方にあったキャンベラが、放雷撃を受け一気に、破壊された。シカゴは、棒で艦長が起きたばっかりだったが、見張り員が、巨雷の功績を発見し、 すかさず回避運動に入ったが、左玄艦主部に一本が命中し大破した。シカゴは怒りを引きながら西に向かったが、途中で上部構造物にさらなる命中弾を受けた。シカゴは申し訳程度の反撃を行い、さらにパターソンに対して射撃を行い、戦場を去った。損傷したシカゴはヌメア、シドニーを経てサンフランシスコで修理を受けた。 サンフランシスコには10月13日に到着した。ボーデ艦長は、第一次ソロモン海戦の件で聴取された後、43年4月19日、バルボア海軍基地宿舎のバスルームにて拳銃で頭を打ち、翌20日、バルボア海軍病院で死亡した。レンネル島沖海戦も参照を打ちたから見た、レンネル島沖海戦直前のシカゴ。右後方は、 ルイビルヒカミナリにより艦隊が水中に沈下したシカゴ。1943年1月30日1943年1月初め、修理が終わったシカゴはサンフランシスコを出港した。1月27日、シカゴはロバート C ・ギフフェン少将を率いる第18任務部隊に加わり、ガダルカナル域キ船団の間接護衛に当たるためヌメアを出撃した。予定では、 サボ島沖に待機して、日本側の反撃に備え、遅れて出撃するエンタープライズ機関の第16任務部隊が上空を援護することとなっていた。29日夕刻、海画展に向かう第18任務部隊は、被害の地少佐率いる第701航空隊と第705航空隊の陸上攻撃機体の攻撃を受け、レンネル島沖海戦の幕は切って落とされた。 立候隊は照明弾を投下しつつ突撃し、17時45分に、シカゴの玄関室に1本、続いて、全部機械室付近に1本と、計2本の魚雷が命中し、それにより浸水し、航行不能となった。岐阜県少将は被隊を命じ、従順洋艦、ルイビルがシカゴを栄光することとなった。翌朝、栄光の任務は、ルイビルから、英船、ナバホに交代した。午後、 第751航空隊の陸上攻撃機体が第18任務部隊を追撃し、立航隊はようやく駆けつけたエンタープライズの F4 回戦闘機10機の妨害を受けつつも、4本の魚雷をシカゴに命中させた。2日のうちに、総計6本もの魚雷が命中したシカゴは、総引退官が礼された。ナバホからの栄光用ロープも切られ、シカゴは、 何11度25分統計160度56分、何1 1 4日7度統計160.933度、-11.417、6 0 9 3 3の地点で完備を先にして沈没した。攻撃した陸上攻撃機体も、激しい対空砲火と戦闘機の迎撃を受け発揮が失われた。この間の喪失に、米海軍司令部は衝撃を受けた。 護衛艦隊が敵機には致命的な存在であるはずの新兵器で極秘扱いの近接新艦弾を搭載した対空砲を装備しており、なおかつ10機の戦闘機の名を得までつけていたのに沈没したためである。荷密の強い要請でシカゴの喪失は海軍部外へはしばらく秘得されることになった。これは以前の空母沈没の発表で、 日本軍に防御上の不利益を大統領が独断で公表した過去の経緯から来たものである。実際、対空砲火による陸上攻撃機体の被害も相当なものだったので、防空体制に不備があったとは言い難いが、対空システムへの不信感が部内に広がることを危惧したためである。ありがとうございます。